ねえ先生、17の時はそうだったよね。今のアイドル見分けつかないけど、アグネスラムの3サイズだったら90、55、92、覚えてるんだよね。17歳ハマったドラマは優作の探偵物語、ベスパーが欲しくて新聞配達。工藤ちゃん、工藤ちゃん知らないの？終わってる。昔話じゃない、17歳の話してるだけ。17歳、ハマったドラマはエモケン先生の、どっかの駅前にカラーギャングが群れるやつ。昔話じゃない、17歳の話してるだけ。17歳、もう子役でデビューしてました。加賀まりこさんによくしてもらいました。知らねえし、生まれてねえし、そんな君らも年を取る。TikTok もいずれ昔話になる。おじさんが、おばさんが、昔話しちゃうのは17歳に、17歳登りたいから。おじさんが、私は今17歳、まだ何者でもない。私はまだ17歳、昔話のネタがない。ときめく時を TBS。